というわけで今回も奈良ですね。奈良の、古いお城を行きます。おー、この道なんか初めて来たけどいいかもね。なんかすげえ煙出とる、山の上。いや、山の上すげえ煙出てんやけど、何事だよあれ。こんな道行くの、これ行けんのかよ。細いぞこれ、行けんのでしょうか。怖えー、これ対向車来そう。なんかもうジジイの車来そう。ジジイの車。ここ観光地でもあるから、なんか全くこういう道に慣れてない下手くそが入り込んできてるから、なんか対向車でいきなり突っ込んできて怖そうですね。こういう道はそういうことが多々ある感じがするな。なんかほう、これすごいね。ここほんまに昔の道やね。昔の道が残っておる。ガードレールなんかないから、このカーブ見てよ、これ突っ込んだら終わりやん。うっ、怖っ。こう思想のなんか思想生えてたけど、シソの葉っぱがちょっと怖かったな。あ、見てください。看板一応ありますね。鷹取城跡、まだ 3.5 キロ。こんな道行くの、やばいな。こんな道を 3.5 キロも進むんだと。夜間車両通行止めって書いてありましたね。夜の8時から朝の5時まではこう車両通行止めらしい。一応標識ありましたね。うわぁ、車両通行止めというか進入禁止か。まあどっちにしても、どっちにしてもこんな状態なんで、うわ、これバイクじゃないときつない、これ。まあ軽音でもいけるけど、もう絶対車に気づくで。よし、これ観光客の人どうやって行ってんだろうね。もう頑張って車で行ってんかね。みんなバイクで来たらいいんだよ。ね、皆さんもバイクでぜひお越しください。これ最高、最高だけどちょっと怖いな。対向車がこんな道を 3.5 キロも行くんです。まだまだ行きます。ちょっときついですね。この道、こういう道を 3.5 キロも行くなんて。なんじゃここ、この山、山深すぎる。山城か、山城、山城信号、山城信号に向かっております。山城やね、山城、山城信号。かなりこんなとこに、城を作ったという昔の人はすごかったですね。当然車もなくバイクもなく、こういう道、舗装路もなかったわけやから、資材を運ぶだけでもすごかったでしょうね、労力が。そしてここまで来た、急に道が広けた、開けた。一体何だったんだ今までの道は。なんでこの道だけこんな、なんかいい感じの道になってんの。道中の道と大違いだ。怖え。でもここもなんか廃道っぽいね。ちょっと廃道っぽい佇まいを感じるよ。だって葉っぱ反対車線、葉っぱ全部詰まってるやん。掃除とか全然やってない、草刈りとか。対向車に対向車に気をつけなければならない。鷹取城跡、あー、ここか。これ多分裏道だったんじゃないの、もしかして。こっから行くんだって。多分裏道っぽいね、来たの。あの吉野川からだとああいう変な裏道通らされるんだな。ほんであの飛鳥村の方からだとちゃんとした道なんかな。こっちの道はほんまええ感じの道になっとるやん。全然違うな。こっちは観光道路っぽいね。今までのと全然違うぞ。
観光道路っぽいね。急になんか明るくなったし、全然違いますね、イメージが。今までのうっそうとした、山、まあ、山深い、山毛の道とは大違いですね。皆さんも、ここ、高取城跡来るときは、飛鳥村の方から、北側から来た方がいいってことでね。南から北上すると、ああいうえぐい道になるから、暗くなってきたぜ。ちょっと日が暮れたらやばいね。太陽あるうちについとかないと。まあでもここなんかあれやね、ちょっと心霊っぽい感じもあるから、心霊スポットっぽく探索してみるのも面白いかもね。こういう古い城ってなんかやっぱりいろいろみんな戦いで建設の時点で結構死人が出てるし、で戦ったんかな実際。まあいろいろ人間の欲望渦巻く場所でありますからね、城なんて。あ、でも車止まってるな。この辺りから歩いていけってことですね。葉っぱでかいのこれ。お、これなんか味噌なんか乗せるやつじゃん。これ別に車止めあったけど、普通に二輪入れるんじゃん。こうバイクで行きゃええのかね。バイクで来て、で、バイク止めるとこ撮影せずに、到着しましたってやればよかったな。そういうあざとさが、ないんです。ちょうどいい紅葉、これ登るんだ。寒い。よし。太陽あるうちに来れたわ。でも言うても結構急だな。井戸ありだって、井戸。こんなとこに井戸よく掘ったな。全然浅いね。もうこんな井戸よく掘ったね。しかも木が生えてる。めっちゃでかい紅葉。ここ今すごいいい雰囲気だけど、夜になったらすごい怖なるで、多分夜になったら。あれ、これどう、上にどうやって行くんだこれ。上、こう上行きたいな。なんか時代、忍者とかってこういうのをなんか鎌ついたやつでを投げて上に引っ掛けて、でここの人用をたどってこう登っていくっていうのがあって、これ無理やな、まあ、やろうと思えばいけるんかな。ちょっとオーバーハング気味になってるから、これで、やっと登ったと思ったら上から槍で突かれて落とされるやろな。 ありました、本丸への道。うわー、すげえ。でかっ。一本杉か。しかも枝打ちちゃんとやってある。熊。本丸への案内板。これミニチュアか。再現。でも下に観光客いっぱいおったけど、こっちまで登ってきてないんや。いけるんかなこれ。おお、いけます。この入り口、わざと入り口を入り組ませて、で外部からの侵入を拒んでたんや。昔はここに門があったんでしょうね。すごい、下の方人いっぱいおったのに上に来たら誰もいない。最高だぜ。しかも太陽まだ沈んでないぞ。あ、来てよかったね、これ。来てよかったね。本丸跡地です。ここ、昔ここに3階建てかの城があったんですね。
何階建てかわからないけど、そしてあそこが一番高いとこだ。今は何もないね。これも井戸かな、井戸跡かな、井戸跡かなんかですね。でもこんな高く積み上げたとこに井戸なんかできるんかね。まあいいわ、上に登りましょう。とりあえず一番高いとこに登って、あれ、こう行き止まりだ、行き止まり、どういうことやの、どういうことやの、どういうこっちゃ。こっから登れるか、しゃ、登りますか。体が老いぼれやな。来たぞ、最上級、最上階、最上階まで来ました。高取城、見晴らしをこんなような感じです。これで取れてなかったら最悪や。ちょっともやがかかってるけど、あの辺りが飛鳥村とかある方で、で金剛山があって、その向こう生駒山脈かな、あれ。でその向こうが大阪ですね。で和歌山こちら側で、南紀はこちら側で、東京向こう、三重県とかも向こう、あ、向こう見える、三重県見えるな。鈴鹿山脈がちょっと見えるか見えないか。三角点ありました。奈良県高取郡高取町、標高570m、570m ということで、標高 570m。 おっと、まあ、あまり標高ありませんが、それだけでもこんな景色。これって、これはしごじゃないの。あ、階段が、こんなとこに階段ありました。気軽に登れる階段あったわ。紅葉はまだちょっとピークではないから、あと1週間ぐらいは楽しめるんかな。ただまあ急激に冷え込むようになったので、そろそろこんな感じ、もみじも色づいております。ほら、あ、いい感じですね。真っ赤っかではないけど、まあ、あと1週間ぐらいしたらこれも赤く染まるかな。こっち真っ赤やな。これは見事、見事です。太陽が沈もうとしています。まだ大丈夫だ。そしてこうめっちゃ怖い、これ怖い、これ怖い、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 怖い。こんなよく作ったな、こんな怖いの。どうやって作ったんだろうね、石垣で。この切り株がちょうどいい椅子になってるから、ベンチなんか なくていける。ベンチないけど切り株がベンチになる。ちょっと待って、この穴になんか落としたら終わりやん。鍵とか手届けよな、そこまでいけるかな。なんかこれやばい、ああいうトラップがありますからね。日本最強の城、高取城。あ、最強の城って 山城ってことやんね。山の城、そりゃこんな場所にあったらそれ最強やろ。こんな陥落することないよね。そもそも誰も攻めてこないという、あの、誰も攻めてこないから最強なんじゃないのか。そんな感じの城ですね。すごいね、ここ。遠足に来たら最高じゃね。小学校の時とか。あ、でもこう落ちるガキいるかな、もしかして。アホガキがここから落ちて、大怪我。それでも中止になりそうやな。なんかすげえぞ。見晴らしこっちいるぞ。見て見て見て。ほら。すごいぞ、ここ。見晴らし。吉野川沿いかな、あれ。わかりません。なんか書いてあります。読めにくいね。
三輪さん、生駒山、生駒山こっちなんや、生駒山こっちやって、金剛山、やっぱり金剛山か、あれそうですよね、太陽沈んでるもんね、金剛山、紀仙山脈これや、で生駒山あっちか、で奈良市方面向こうですね、ちょうどこの辺りか、なんか暗くなるまでおろっかなと思ったんですけど、何も起こらん、何もない、誰もいないし、太陽あるうちにちょっと下っておきたい、寒くなるぞ、これは紅葉を見るために来るにはなんかちょうどいいかもね、天川村に行くのと、天川村に行くのとどっちにしようかなと思ったんですけど、こっちに来て正解かも、かも分かんない、うー、夜になってもこれはどうなんだろうね、夜になったら心霊スポットっぽくなるかなと思ったけど、さほどそんな雰囲気もないな、鷹取城、鷹取城のホンマのアートこんな感じで、ほんまになんか古代文明って感じですよね、日本版のピラミッドにも近いこの壮大さ、これ作るのにどれだけ人が犠牲になったんだろうな、すごいねこれ、絶妙なバランスで今でも残ってるからね、で南海トラフ今まで何回か起きてるんや、過去にそれも乗り越えてこれ残ってるっていうのはやっぱりこの辺り地盤が完璧なんだろうな、高野山もそうやけど地盤がいい場所っていうのはこれ昔の、時に栄えたまま残ってるね、ここでも熊出そうですね、心霊スポット感あるのは多分この井戸だけかな、この井戸ちょっとそれっぽい雰囲気あるけど、だってあの城の裏側やん、城の裏側でこんな井戸あるってことは昔ここで、ま、叩き落とされた、叩き切られて落とされた人もいなくはないかなという気もするけどね、切り捨てって言って切り捨てられた人が、井戸に捨てておけ、井戸に捨ておけとか言って、まあでも井戸水源に死体投げ込むって相当アホやけどな、なんか映画でありましたよね、水源の井戸に死体投げ込まれて汚染されてるっていうなんか映画ありましたよね、ベニシオデルトロが出てる映画で、なんか紛争地帯の映画、あれ思い出す、さあ降りてきます、もう近いね、ほんまに近いね、そこも入り口、これなんかあった、怖え、鹿か、鹿ならいいけど、なんかしかならいいけどね、熊の可能性あるから、熊今の時期ほんまに必死になって餌を探してるから、人間が邪魔するとマジブチ切れてきますからね、なんか登山ルートみたいなのあって向こうの方にもあって、そう上の方行ったらなんか猿石っていう猿をモチーフにしたなんか石があるんですけど、石っていうかなんか掘ったやつ、それがなんかね日本のデザインではなくて、なんかポリネシアン系のデザインで、南方系のデザインで、水木しげるが描いた妖怪、南方妖怪みたいな感じになってるんですよ、デザインが。なかなか面白いね。南方から伝わったのかもしれないし、で、そういうデザインを
水木しげる先生が参考にして妖怪を描いたのかもしれないね。現在地これす。本丸以外にも、さらに奥に、はぁ、城下町、飛鳥村に戻るやって。飛鳥村からも来れるんだ。14世紀前半に、土豪、なんとかが、南朝の呼びかけで、築城したのが始まり。織田信長の一国派城により、1580年に。ってことは、何年前でしょうかね。1580-2022。答えは、-4。何これ、バグっとるやん。